健康チェックルームしてください。すみません。体ができてない。体重はどこに？37だったんだよね。あ、そうです。体重で29だけちょっと減って。41.7。そっか、でも食べんかった。28までは食べんかったんだ。変わらずで、すぐ陸上がっちゃったんですけど。なるほど。で、少し食べて、うんちっぽいの出てます。うんちちょっくろ？この子だけになってます？あ、まだ、そうですね。この子だけにしますよ。ちょっとかけてます。そっか。あれ、29。あ、これは他の子たちね。他のはやっぱ、もうちょい重かったですよね。44。体重キャッチして。この子で元気持ってってるよね。それじゃあね、もうちょっと注射は点滴とか注射はしませんのでね、血流を良くする治療だけして、お薬もうちょっと飲ませてあげてもらっていいですか。抗戦症者の101。はい。抗戦症者してちょっとこの水槽で何だっけ。吸入と酸素療法します。これはさ、ちょっと水が多くない？あ、多いっす。今、ちょっといつもと別のやつでちょっと減らしますね。あ、はい、バカないからさ、もう水が飲めればまあ、はい、いいかなという。A と B 以外は ありますよね。なくなるまで、うん、そう、目薬もまだありますよね。まだあります。はい、点眼は何回してます？点眼、点眼 3回、はい、まだ3回しとってくださいね、目と鼻ね。はい。で、A の薬は何回飲んでます？1日 A は2回です。2回、はい。で、B が1回で、B は1回。あ、で食べるようになったら2日に1回。もう今2日に1回になってます。あ、そうです。あ、で昨日で切れちゃった。はい、1週間目なんで、はい、昨日で終わってます。そう、もうそう、 B はステロイドだから2日に1回で、はい、で、A は2回。 A は2回、うん、まあ3回のでも悪くないですけど、まあ最低2回は飲んでください。はい。はい、じゃあ9月に、まあ、1回どうか。44g でした。今後結局名前変えなくていいですか？ゼニで。ゼニで。ガメは外します。ガメ外します。ゼニちゃんにしよう。ゼニちゃんね。ゼニちゃん後輩先輩。あ、それの、ね、名前。他の子たちの名前。はい。ここに入れていいやつ。はい、じゃあこちらね。はい。じゃあ、お薬用意しますんで、その間ちょっと吸入療法と酸素療法とね、しますんで、はい、お時間ください。はい、10分以上は酸素に入れますからね。この子でいいですか？あ、そうですね。待ち合いでじゃあ、ちょっと待ちください。すみません。